橋本関節は日本画家。本名は関一。中国の古典文学や風物を題材にした作品や新漫画と呼ばれる作風を確立した。建築や造園にも造形が深く、明石市東二見町のカニクレナイスズキシロをはじめ三棟の別荘を建てた。知事ツくすの騎士一門の橋本八郎製院の光栄である橋本会館。 富士夫妻の子として、神戸市に生まれた。父、会館は橋本文水、正夫妻の子で学問書詰め受赦を務めていた。父から漢学を学び1903年、竹内製法の竹杖会に入り1913年と1914年の文典で二等賞。1916年と1917年の文典で特選を受賞。 定点審査員を務め1934年12月3日、提出議芸員に選ばれる。1935年に帝国美術院。1937年に帝国芸術院会員となる。1940年、県人自負住まいを制作。1945年に没し、画号の由来となった、大阪の席のあった滋賀県大津市の別邸。 走り居の墓地に眠る。赤かの別荘、カにくれない鈴木白荘秋穂コスモス老縁1913年から1915年、関節が離れで登流し、多数の作品を描いた西脇市旧来住家住宅。当家にて、作品の販布会なども行った。関節の子供は、長男、節也、や、次男、正也、や、長女、太子、三男、新はじめ、 四男、春吉、次女、和子の六人がいるが、正妻、米との間に生まれた子供は、長男の節也のみであり、他の子供はすべて諸子である。銀閣寺前の白砂尊僧には、節也の系統が住む。節也の妻、達子は、内務官僚、池松時和の次女。現在は三代目、木一の夫人、妙が、邸宅の保存二次事業を行っている。 節や達子夫妻の三女、千穂子は、歴史学者の末川清に嫁いでおり、白砂尊荘橋本関節記念館の副館長を務める橋本、松木は、紀一、明夫妻の次男である。また元京都情報大学院大学客員教授の末川健は、末川清、千穂子夫妻の長男であり、重廷の松木とともに関節の彦にあたる。 谷崎潤一郎の小説、風天老人日記の作、このモデルとされる、渡辺千真子は、妙子の子である。随筆家の渡辺多織は千万師とその夫、渡辺清二との間に生まれた娘。演劇制作者の高萩博氏は、多織の夫である。白砂村荘に残されている、ビデオフィルムには、ま也が撮影したものが多く、節也や太江子なども、 頻繁に画面に登場する。ありがとうございます。